When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. みなさんこんにちは、ミカです。今日は100円ショップセリアで新しく発売されたグリッター系のこちらのカラー、はい、結構派手めなカラーなんですけども、こちらがやっと手に入ったので皆さんにレビューしたいと思います。それでは早速動画で紹介していきましょう。どうぞ。はい、ということでこちらがやっとゲットできた新色の5色になります。グリッターカラーのシリーズですね。もうかなりたくさんの方に紹介してほしいってリクエストいただいていたのに、なかなか手に入らず、そして手に入ってからもちょっとなかなか撮影する時間が取れずで紹介が遅くなってしまいました。皆さんリクエストね、ありがとうございます。で、あとこれ発売されてますよってね、何かいつも新しいカラーが出たら教えてくださるんですけど、そういう情報もすごく助かっています。ありがとうございます。では早速こちらを詳しくレビューしていきます。で、今日はこのボトル自体を開けてしっかりとレビュー、どんな感じかっていうのをレビューするのと、あとはね、この100円ショップのセリアで売られているこれですね、ネイルカラーチャートスティックの方に、2度塗りして色の感じというのもレビューしていきたいと思います。それではやっていきましょう。まず最初はグリッターレッド。グリッターレッドはこんな感じになっていて、ね、こちらはレッドのラメっていうのがぎっしり入っている感じになります。ラメいっぱいって感じはい、こんな感じですね。見えますかね。次はグリッターグリーンですね。グリッターグリーン、こちらもラメがぎっしりにちょっとホロって感じです。で、これはね、ちょっとパッケージの色と雰囲気は若干違うなっていう風に思います。パッケージの方はなんかターコイズっぽい感じの水色をイメージさせるデザインなんですけど、中身はもう本当に水色って感じのグリッターがたっぷり入ってるって感じです。次はグリッターブルー。グリッターブルーはこちらはラメがそんなに入っているわけではなくて、この液体自体にカラーが色がついてますね。さっきの2色はね、透明のベースにもうそのカラーラメがすごいぎっしり入っていて色が発色しているって感じなんですが、こちらはもうその機材自体に色がついてます、はい、でラメはさっきよりも少なめです。そして次はグリッターピンク。グリッターピンクはこちらもラメラメタイプですね。ラメラメタイプ、さっきのグリッターレッド、グリッターグリーンと同じ感じで、外のパッケージと雰囲気も似たような感じなので、あまりこう開けてイメージと違うってこともないかなと思います。そして最後はグリッターシルバーです。で、このグリッターシルバーと前発売した普通のシルバーですね。このシルバーがラメのシルバーというよりかは結構ホログラム系だったんですよね。これ前の方なんですけど、前アップした方こんな感じです。ラメも入ってるけどちょっとホロが入ってる感じだったので、これとの違いっていうのも紹介できたらなと思います。ということで、新しく発売された方のグリッターシルバーは開けてみるとこんな感じです。なるほど、ただのシルバーじゃなくてちょっとこのオーロラの感じですね。シルバーにちょっとこうオーロラの変更感がついてるタイプのグリッターホロが入ってます。ちょっと比べるとこんな感じ。こっちが前発売されたシルバーで、シルバーの方は小さいホロ2つと大きいホロ1つで、これはもう完全にシルバーの色です。で、今回発売されたグリッターシルバーの方はどっちかというと本当にグリッターシルバーというか、ちょっとオーロラっぽい感じです。全体的にシルバーをイメージして買うとちょっと雰囲気違うかもって感じです。ではネイルチップに塗っていきましょう。まずはグリッターレッドからで、分かりやすいようにちょっと黒の上で塗りたいと思います。ほら、こんな感じで機材自体は透明です。で、そこにラメとかホロっていうのがぎっしり入っているので全体が赤くなる感じですね。結構たっぷり入っています。このバレンタインネイルとかするときに1本だけこういう赤のラメラメを入れたりしても結構可愛いんじゃないでしょうか。こんな感じですね。ではライトで硬化します。
続いてグリッターグリーン、グリッターグリーン、グリーンのグリーンって感じではないですね、本当に水色って感じ。こんな感じでこちらもね、もうラメとかぎっしり入ってます。機材は透明。はい、では乾かします。続いてグリッターブルー、グリッターブルーはほら塗ると分かるんですけど、これ自体にもう着色されてあります、うん、なので色がついてます。だからさっきの2つとか他のにだからどこ残りの4色かとはちょっとこう仕上がりは雰囲気は違います。これ結構綺麗なので個人的にすごい好きです。可愛いです。はい、これがグリッターブルー。では乾かします。そしたらグリッターピンク、グリッターピンクはピンクも可愛いです。ラメ、ホロ、ぎっしりですね。こちらもなんか1本だけラメとホロの埋め尽くしみたいなのをするときにちょっとねデザインに入れ込んでも可愛いんじゃないでしょうか。はい、では硬化します。そしたら最後グリッターシルバー、グリッターシルバーはこんな感じです。他のものと比べるとまあホロ多めって感じですかね。ラメも入ってるんですけど、ホロがすごいたくさん、私のだけかな、いっぱい入ってる印象です。うんうん、こんな感じ。これもね可愛いですね。冬とかにも使える感じです。では硬化します。そしたら二度塗りしたいと思います。今の状態だとねちょっと背景を色物にするとこのぐらい透けています。濃度こんな感じですね。こんな感じなので二度塗りします。じゃあ2回目はこのピンクの上で二度塗りしましょうこっちの方が分かりやすそう。発色は多分さっき見てもらったと思うので、ちょっとこの間を埋めるようにしっかりと重ねて塗っていきます。はい、このぐらいしっかり埋まりました。では乾かします。次はグリッターグリーン。グリッターグリーンもね結構隙間が空いていたのでしっかりなくすように塗っていきます。ではライトで乾かします。次はグリッターブルーです。ブルーはやっぱりさっきと比べてもう色がついているのが分かりますかこれねすごい可愛いのでめっちゃ好きです。ということでこちらも二度塗りしていきます。はい、ちょっとここについちゃったではライトで硬化します。グリッターピンクですね。しっかりと重ねて綺麗に塗っていきます。ではライトで硬化します。で最後はグリッターシルバー。シルバーねこのぐらい透け感があっても可愛いなと思うんですけど、こちらも埋めていきます。パーツとかストーンの埋め尽くしをする時の下地にこういうのを乗せたりしてもでもいいと思います。どうしてもねパーツとかストーンだけで爪を埋め尽くそうと思うと丸いものが多いので間隙間が空いてしまうので、そこをこういうのでカバーするために下地を塗ったりします。見えにくいかな。はい、こんな感じ。ではライトで硬化します。そしたらね全ての爪にノンワイプトップコートを塗ってライトで硬化して全部並べてみたいと思います。ノンワイプトップコートね、を塗ってライトで硬化することができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？皆さんは何色が一番好みですか？ちなみにこの完成したよっていう動画のこの一部分ちょっと音声がうまく取れていなかったのでここだけアフレコしてます。はい、私的にはブルーとシルバーですねが個人的にはすごく可愛くて使いやすそうでいいなと思いました。あとはピンクもいいなと思ってます。まあどの色もすごく可愛いですので100円ですし、もし皆さんの近くのセリアで売られていましたらぜひぜひゲットしてみてください。ラメの感じ、ホロの感じ、そして元々のその液体の色とか濃さとかできるだけ詳しく説明してみたんですけども、いかがだったでしょうか？少しでも役に立っていれば嬉しいです。で一番パッケージと違うなと思ったのは動画の中でも言いましたが、グリッターグリーンですね。グリーンって感じじゃなくて水色っていう風に思ってもらえればと思います。でシルバーも本当にかっこいい感じのシルバーっていうイメージではなくて、どちらかというとちょっとこう可愛い感じのシルバーだと思います。はい、でブルーはもう着色されているので他の4色と雰囲気が違うよっていうこと
で、ピンクとレッドに関してはもう本当にそのパッケージのイメージのままなので、あの分かりやすいかなと思います。はい、グリッター系とかホロ系のネイルっていうのはそれを全部してももちろん可愛いですし、これであのグラデーションを作っても可愛いです。あとはあのバレンタインの時に使ってもいいですねとか、あの埋め尽くしの下地にしてもいいですねって言ったみたいないろんな使い方がありますので、ぜひぜひあの買ったらいろいろ応用して使ってみてください。はい、で、今発売されているセリアのカラージェル全色揃いましたので、今度あの全色レビューの動画を出そうと思います。はい、今までね30色ぐらいかな、もっとかな、ちょっとまだ数えてないのでわからないんですけど、かなりたくさん の色を発売されてきていますので、それを一つずつパッケージとの色の感じの違いとか説明しながら私の好きな色とかも紹介できたらいいなと思っております。ということで、楽しんで動画を見ていただけてたら嬉しいです。以上で100円ショップセリアで新しく発売されたグリッター系カラーのレビューでした。はい、皆さんいかがでしたか？今日の動画良かったよと思ってくださったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら他の動画も見に行ってみてくださいね。ではではまた新しい動画でお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。